そう、本当に、ね、私はでもあの曲を聴くたびに、なんで選抜に入れなかったのか、もうすごい悔しい思いもやっぱ胸の奥ではふつふつと込み上げるけど、こうやってアンダーだけど選んでもらえたことを、選んでもらえたっていうか、こうやって新しい曲の新しい試みになんか参加させていただいたことはとてもありがたいと思うし、そう、 AKB のために何か貢献できたのかな、できたのかなって思えるので、はい、ぜひあの動画見て一緒に踊ってくれたら嬉しいです。ロックやってたんで頑張って覚えるね、ぜひ覚えてね。そう、床がすごく滑っちゃって、そう、あと一発撮りだったから私的にもちょっと悔いの残る部分もあるけど、まあ、あのね、一発撮りの熱量が皆さんにも伝わればいいなって思います。うん、そう、私もね、滑る、すごい滑ってね、ちょっともっと踊れたなって部分が結構あるし、そう、滑る、もうほんと滑ったね、体育館。うん、でもまたあの衣装着れて嬉しかったです。高評価1万いってたよ。お、すごい、素晴らしい。次は選抜にね、入れるように頑張ります。今日もすっぴん、すっぴんです。皆さん、マジムリ学園のタウゼントのうちわはゲットしてくれましたか？タウゼントのうちわ、なんか見たらもう売り切れだったけど、現地で買えます。お、わ、またチンアナゴにキッスされた。売り切れてる、だって。そう、売り切れちゃったんですよ。仕事してたら売り切れた。現地で買います。大綿買えてない、申し込みました。完売で買えなかった。え、買えなかった人多くないか？買えなかった人多くねえか？5枚ぐらいしか入荷してなかった？皆さんぜひね、そう、現地でね、買えたらぜひゲットしてくれたら嬉しいです。うん、速攻注文した、だって。在庫増やしてくれ。現地でなんとかします。完受注、完全受注、確かに受注だったらね、みんなゲットできる。あとキーホルダーとかもあるんだっけ、アクスタとか、ぜひみんなゲットしてください。ゲットしてくれたらありがたうぜんとです。
現地でカウゼント、現地でカウゼント、ぜひカウゼントしてください。アクスタ絶対タウちゃん弾くだって、弾いてくださいな。シャオティエンエリナです。小田はシャオテンっていうらしい。あと浴衣のお写真、生写真もね、買えるのでぜひゲットしてください。浴衣、今年は青、真っ青の浴衣です。ぜひゲットしてね。浴衣鬼可愛かったらって、まあ、よく言われるんですけどね、浴衣着てたら可愛いねって、まあ、よく言われるんで、ぜひ皆さんゲットしてくれたらありがたうぜんと。今日は夜ご飯白黒ホルモンでした。なんか昔のアンロケ見てくれてた方はわかると思うけど、白黒ホルモンは神奈川県の厚木っていう場所があるんですけど、厚木ですごくね有名な、なんか名産なんですかね、名産品わかんないんだけど、なんかすごい有名ななんかお肉なんですよ、白黒ホルモンっていうのは。そう、厚木ソウルフード。そう、それをねお兄ちゃんが持ってきてくれて、そう今日はそれが夜ご飯でした。アントニーさんとのロケだって、アントニーさんとのロケ。ちょっと記憶が、アリがお兄ちゃんだって、アリがお兄ちゃんで、今日の夜ご飯は白黒ホルモンでした。でもね、椎茸が美味しくて、一緒に焼いてあった椎茸ばっか食べてた。私椎茸大好きなんですよ。椎茸、なんかキノコ苦手って人多いじゃん、特に椎茸。でも私はね椎茸大好き、キノコ好き、めっちゃなめこも好きだし、エリンギも好きだし、あと椎茸も好き、ちょっとそれ以外のキノコが思い浮かばないんですけど、うん、とりあえずキノコ好き。
あ、キクラゲもめっちゃ好き。中華系のやつの中にキクラゲ入ってたらめっちゃ嬉しい。キクラゲはデザート。キノコ大好き。超わかる。だって、え、わかりますよね。キクラゲってさ、デザートだよね。めっちゃ美味しいもん。あ、そう、スーラータンメンにも入ってる。スーラータンメン食べたいな。最近ラーメン食べてない。全く食べてない。つけ麺も食べてない。麺活しないと。だってね、麺食べたい。ネイルの色いいね。ね、これかわいい。いつ見ても、まあ、自分で塗ったんですけど、かわいい色。ちょうどいい。なんか そう、ドボンしながら塗ったネイル。てか、なんかさ、 AKB ワールドっていうさ、なんか新しいゲームがさ出たじゃないですか。なんか AKB の育成ゲームみたいな。であれでさ、なんか Twitter のアカウントがあるんだけど、あの AKB ワールドの、なんかさ、みんな好きな色みたいな欄があったわけ。なんか一人ずつ自己紹介されるやつ。私はまだね、紹介されてないんだけど、好きな色みたいなところで、なんかすごいその色の表示があったわけで、私好きな色何にしたかなって思って、え、私好きな色いつも虹色って書いてんだけど、え、虹色って書いた場合どんな感じになってんだろう。覚えてない。アンケートがあったとか、この中の色を選んでくださいとかっていうのもあったっけって感じ。てか、私の好きな色何色なんだろう。あれ楽しみ。あの出てきて、私の好きな色何色になってるか楽しみです。逆にうん、ね、私の好きな色って何色なんだろう、うん、なんかさ、1色だけじゃなくて2色とかの子もいるからさ、え、私って本当にマジで何色なんだろうみたいな楽しみです。私が何色が好きなのか。うん、私は虹色が好きなんです。虹色だから書くときは絶対虹色って書いてると思う。
色の質問は一色で答えようよ。だってでも虹色って一色じゃん、虹の色やから。そう、私昔から、中学生の時から虹色って言ってんの、みんなに。最近虹見た？だって見てない。今日の画面めっちゃいいですね。だってえ、鬼すっぴんなんですけど、さっきお風呂入って、お風呂上がってチョコ食べて歯磨きして今に至る。でも今日はコンタクトしてる。もうお風呂入ったけど、なんか目が見えなすぎて、こうやってコメント見るのはちょっとやだから、今日はコンタクトだけした。お題は自分を褒めるコメント読むタイプだよね。だってはい、自分を褒めるコメントも読むし、自分を否定するコメントも読む。どっちも読みます。そう、平等なんですよ、平等。そう、平和でしょ、ラブ&ピース、平等が一番平和です。うん。ラブ&ピース。突然の真顔、嘘、真顔になってました。めっちゃ面白いコメント来たけど、ちょっと読むのためらうわ。エリちゃんの配信元気もらえる。おお、売れピーマンです。それは嬉しいです。ピースといえば何を想像する？又吉さん。
嘘、ユリアピースです。ユリアピース、ユリアさん、かわいい。お、エリちゃんだ、だってエリちゃんです。私は今日はね、 YouTube でね、サップってあるじゃないですか、海をなんかちっちゃいボートでなんか漕ぐやつ、なんかその動画を見た。サップで魚を釣って、そう、それでそうで、サップで魚釣ってて、結構あの沖から離れた海でサップしてたら、一人の人が波に流されてて、そう、話しかけたら初心者だって言うから、でもその漕ぎ方じゃ絶対に沖までたどり着けませんよって言って誘導してあげてる動画を見た。うん、そう、だからほのぼの動画じゃないの、全然普通に危ないの。なんか波にもう流されてて、もうこのままだったら普通に沖に帰れないみたいな。で、初心者だから漕ぎ方もわからない、どうしたらいいのかわからない、ただ波に流されてるだけだから、こうやって経験者の方がそう教えてあげて、この沖に戻り方を。でも自分と合わなかったら本当にやばかっただろうなみたいな動画を見て、そう、あーって危ないなーみたいな思いました。さ、気をつけないとなーって思いました。うん、沖じゃなくて岸だ、岸。だから友達も、私はヨットに乗ってる友達がいて、サップとかもめっちゃしてて、そう、だからいつか私もサップしたいなって思って、そう、友達もサップするから、今度エリちゃんも一緒にやろうよとかってよく言ってくれるんですけど、そう、でもまだ一回もやったことなくて、でもそういう動画とか見て、でも私はそんなサップとかいつかやるとしても、そんな沖の方には行かないと思うんだけど、なんか学びました。うん、怖い。私泳げないから、しかもだからそんなね、岸からさ遠くまで行ってなんかやばいってなっても泳げないから、ちょっと私はねあんまりですけど、だから皆さんもね、海は本当気をつけてくださいね。夏になるとさ、海でさよくはしゃいじゃってさ、なんかやばいことあるからさ、皆さん海とか川とか気をつけてください。うん、私は泳げないです。あと最近マッコウクジラが打ち上げられたんですよ。北海道だったかな、北海道の浜辺にマッコウクジラが打ち上がってて、でもマッコウクジラ、そうか、そう、クジラはね爆発する可能性があるから、あんまり近づかない方がいいので、
そうでもね、ちゃんと専門の人たちがちゃんとやってくれたと思うんですけど、そうでもマッコウクジラがさ打ち上がるってことは何かあるかもしれないっていうね。そうだから皆さん、そうだから何か地球にね起きるかもしれないってちょっと思いつつ、うん、そう私はクジラが好きなんですよ。最近クジラがめっちゃ好きで、動画もめっちゃ見てて、クジラでクジラについてめっちゃね調べてるんですうん、漁師の網にかかっちゃったみたい。あ、そうなんだ。え、かわいそうだ。クジラ見たことない、生で見てみたい。ホエールウォッチングしてみたい。シロナガスクジラってめっちゃでかいじゃん。だからいつかシロナガスクジラを見てでっかーって思いたい。ね、私もシロナガスクジラがどんだけでかいのか感じたくてさ、 YouTube とかでさ動画見るけどさ、なんかやっぱ動画だとさ、なんか比較するものがそんなに映ってないからさ、でかさがあんまり感じられなくて、だからいつか自分の目でシロナガスクジラを見てみたい。うん。新幹線並みの、新幹線並みのサイズってめちゃでかいやん。そうですよね、だってシロナガスクジラってめっちゃでかいよ。最大確認体長 29.9m だって、やば。 30m ぐらいあるってことでしょ。見てみたい、シロナガスクジラ。生息地だって、シロナガスクジラの生息地、ポケモンみたい。生息地とか生態、ん？読めないな。カリフォルニア湾では沿岸部に生息する個体群もいる。全海域に生息し回遊を行う多くの個体が夏場オキアミが豊富な北極海、南極海の石膏裏間際まで回遊し、冬には熱帯または亜熱帯で繁殖を行う。生息地とかめっちゃポケモン。シロナガスクジラ心臓の大きさも世界一。そりゃそうだわ。あと最近今日ホウボウっていう魚を知ったんです。ホウボウ、なんかその釣り系の動画見てたらホウボウっていう魚釣ってて、なんかみたいな、これ魚がみたいな、なんかマジでびっくりして、ホウボウっていう魚を釣り上げた時にこれって突然変異したさ、なんかやばい魚かなって思ったけども、そういう魚らしくて、しかもめっちゃ美味しいらしい。ホウボウ
すごいよ、なんか羽みたいの生えてて、翼みたいなのが生えてるの。しかもなんか体と全然違う色、体が赤なのに羽みたいなのが青みたいな、青緑みたいな。で、私これ食べれる魚じゃないでしょって思ったらめっちゃ美味しいらしくてね。そう、フグに匹敵するらしい。そう、気になる。甘くて美味しい。甘くて美味しいんだ。ホウボウでもさ、魚釣りしててさ、ホウボウ釣れたらめっちゃビビると思うわ。ホウボウをさ、まだ私は今知ったからさ、ホウボウ釣ってもさ、あ、ホウボウじゃんって思うけど、普通に釣りしててホウボウ釣れたらビビるわ。うん、なんかさ、なんか深海魚とかってさ、ありえない、なんかすごい、なんかすごい見た目してる魚いっぱいいんじゃん。すごいよね、魚って。深いところにいればいるほどさ、え？みたいな、すごいなみたいな、いっぱいいるし。でもさ、深海魚なんて普段見れないから、こうやってネットで見て、やばって、すっごいなって見るのが楽しい。ね、また深海魚釣りしたい。アンロケでさ、初回のアンロケでさ、深海魚釣りしたんだけど、あの時別にさ、魚とか別にそんな興味なくてさ、深海魚とか釣るってなってもさ、別になんか、あ、深海魚かみたいな感じだったけど、今だったらさ、もうめっちゃ興味津々かも。そう、ホウボウはね、深海魚ではないですけどね。ブラックバスいいよ。だってブラックバスさ、動物の森だったらめっちゃ売ると安いんですけど。高く売れるの釣りたいんか。だって、当たり前ですよ。そんなの、スズキとか釣ったらすぐリリースします。ね、動物の森ではスズキはめっちゃ安いんですよ。スズキ釣ったら食べよう。だって食べれないです、動物の森は。いや待って、皆さん、私現実の話じゃなくて、動物の森の話です、今。うん、動物の森全然やってないな最近。
もう1年ぐらいやってないかも。でも私の姪っ子はまだやってるんで、どうもり。この前クレヨンしんちゃんの夏休みやってたらピコンって通知が来て、姪っ子があつ森してた。私なんてポケモン GO まだやってます。だってポケモン GO はさ、まだやってる人電車とかで見るよ。私はスマホのゲームやってるよ。最近はあれやってる。なんか待ってね、なんかゲームの名前わかんないけど、ホール IO、 なんかブラックホールみたいな穴が街を飲み込んでいくゲーム。めっちゃおもろい。これ結構昔から 3,4 年やってる。このゲーム暇な時に、このホール IO みたいな、マジでおもろい。なんかね、街を飲み込んでる。この前魔女無理の稽古のめっちゃ空き時間長い時もずっとやってた。これでも私これうますぎて、なんかね勝っちゃうんですよ。全部コンピューターにもう普通にボロ勝ちしちゃうから、なんか相手がいなくてつまんない。そう、なんかオンラインとかでも、なんか本当にオンライン、本当にオンラインの人ですかって感じなんだけど、全部買っちゃうから、うん。なんかね、最近一人でやってる。なんか時間制限でどんぐらい飲み込めるかみたいなのやってる。めっちゃおもろいよこれ。あと私が好きなのはこれ、ハイド IO かな、ハイド IO って読むのかな。また IO やん。なんかかくれんぼのゲーム、かくれんぼのゲームなんだけど、かくれんぼ、鬼となんか隠れる人分けられて、そう一時期これマジで夜更かしするレベルでやってた。夜中の3時とかまでやってたもん。これかくれんぼのゲーム、なんか自分が物になるんですよ。学校みたいなところで自分がゲーム始まったら机になってて、でその学校の中のものに紛れるんですよ。机を置いて自分が机になってて、で紛れて、で鬼の人もいるから、鬼にそれで見つからないようにするの。鬼は5回ぐらいこれは怪しいってタッチできるんだけど、そう、それで見つからないようにするの。そう、かくれんぼオンライン、そうそうそう、かくれんぼオンラインです。めっちゃ面白いのこれ。マジで一時期ねずっとハマってた。めっちゃ夜更かししてたもん、そのかくれんぼオンラインが面白すぎて。うん、対戦できるよこれ。
ゴートシミュレーターも重いから。でもちゃんとアプリは消してないよ。お、じゃああと4分で日にちが変わるということで、じゃあ最後にね、おランキング読みたいと思います。いきます。13位筋肉愛好家、12位鳥居です、圧倒だし。11位アイエセナさん、お疲れタウゼント様でした。10位長健、9位マーアットおだし、8位泉、7位ごめん先生、6位みやちゃん、5位マコピー、4位ナオナオ、3位ナオキ、2位ボマ、そして1位はカンタアットカンカン。ありがとうございます。ではね、また明日の配信でお会いしましょう。ではバイバーイ、おやすみー。